渡された場面は、松本清長の長編推理小説。週刊新潮1976年1月1日号から1976年7月15日号に、近畿の連が第1話として、連載、1976年11月に、新潮社から刊行された。後に、電子書籍版画も発売されている。これまでに3度テレビドラマ化されている。 九州で起こった女中の失踪と四国で起こった未亡人殺害事件。地方の文学青年の屈折を交えつつ、離れた場所で起こった別々の事件の思わぬつながりを描く推理長編。限界どに面した漁港の町の大旅館、千鳥旅館に作家の小寺孝二が滞在していた。係女中の間野信子は、少女の不在中に好奇心に惹かれて、 未完の原稿を読み、書き写した。恋人の下坂和夫の役に立てばとの思いからであった。下坂は、生児の文章を陳腐古臭いとして、全く興味を示さないように見えたが、四国の県警、捜査一課長、河原銀作は、好きで時々文芸雑誌を拾い読みしていたが、ある時、下坂和夫という人物の作品が、 同人雑誌表で取り上げられているのを目にする。読み終えて、基礎になっている未亡人、山根末氏殺害事件の実況見聞調書の一部と、下坂の文章の一部がそっくりであるのに気づく。カ原ラは、下坂和夫が、作品創作のために、現場付近に行ったことがあると考え、検案の山根末氏殺害事件解決の手がかりになればと、下坂に確認を取ろうとするが、 限界灘1978年4月27日から1978年5月18日まで、テレビ朝日系列のナショナルゴールデン劇場を枠目用にて、全4回の連続ドラマとして放映。松本成長スペシャル渡された場面。1987年7月7日と7月14日、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場枠にて、全公編放映。 視聴率は、前編が19.3%、後編が20.4%。山根末氏殺害事件の舞台を、秩父市に設定している。松本成長特別企画、渡された場面。2005年4月17日、BS ジャパンの BS ミステリー枠にて放映。地上派では、同年4月20日、テレビ、東京系列の、 水王ミステリー9枠にて放映。ありがとうございます。